皆さんこんにちは、いちです。本日紹介するレシピはマッシュルームのスープです。キノコの旨味と香りを引き出す調理法でびっくりするぐらい美味しい本格スープの作り方を紹介します。マッシュルームには栽培工程で使われる黒い土のような肥料がくっついていることがあります。衛生上問題はありませんが、料理の中に混入を防ぐために水洗いして落とします。マッシュルームは水洗いをすると香りと旨味が逃げてしまうと紹介されていることがよくあります。もちろんキノコの種類によっては柔らかい布やキッチンペーパーで汚れを拭き取る方法がベストの場合もありますが、マッシュルームに関しては全くそんなことはないのでご安心ください。マッシュルームは真っ白な表面に傘がすべすべしてよく締まっている状態が鮮度の良い目印です。パリッと手で割れるくらい引き締まっているとフレッシュで食べても美味しいマッシュルームなんですよね。旨味を短時間で引き出すためにマッシュルームは薄くスライスします。食材の無駄を出さずに仕上がりのスープと一緒に食べきる場合はこのように薄くスライスして調理工程を進める方法が好ましいと思います。ただ今回はあえて僕が普段作っている方法でスープの作り方を紹介するので、マッシュルームの下準備に包丁は使いません。清潔な鍋やボウルの底などを使い細かく砕きます。ジップロックなどの袋に入れて綿棒などですりつぶしてもいいと思います。マッシュルームを細かく砕くことで旨味と香りをより引き出しやすくします。手で一つ一つ握りつぶすように砕く方法でももちろん構いませんが、力を使わずに楽に細かくするには道具を使った方がいいかもしれませんね。またマッシュルームは鮮度が良いほどクリアな味わいで真っ白なスープに仕上げることができます。それでも少しぐらい鮮度の落ちたマッシュルームでもとても美味しく作ることができるのでご安心ください。続いて玉ねぎの下準備です。スープに甘みを加えるための玉ねぎですが、たくさん入れすぎると仕上がりのスープが甘ったるくなってしまいます。マッシュルームの分量に対して約3分の1くらいの分量が好ましいと思います。半分にカットしたら繊維に逆らい薄くスライスします。できるだけ薄くスライスすればスムーズに調理工程を進めることができます。材料の下準備はこれだけです。それでは次の工程に進みましょう。鍋にオリーブオイルを加えます。まずは玉ねぎがしんなりするまで中火でゆっくり炒めていきます。塩は初めから入れて玉ねぎから水分を出しやすくします。玉ねぎ全体が熱くなってから約5分ほど炒めて透き通るまで炒めます。焦げないように注意してください。なんかせわしなく炒めてますが、こんなに一生懸命混ぜなくても大丈夫です。玉ねぎがしんなりして透き通ってきたら、先ほど細かく砕いたマッシュルームを加えます。中火を保った状態で食材全体に熱が伝わるようにしっかりと混ぜます。しばらく炒めているとマッシュルームから水分が出てきます。この水分を煮詰めながら炒める工程を続けてください。スープの旨味と香りの元となるマッシュルームから出てくる水分をしっかり煮詰める工程は今回の料理の大切なポイントの一つです。ある程度水分が煮詰まったら味見をしてみてください。この時点でしょっぱいと感じるぐらいがベストな状態です。同時にマッシュルームの強い旨味も感じ取ることができると思います。続いて白ワインを加えます。白ワインを加えたら強火にして一気に煮詰めてください。白ワインを加えることで味わいが引き締まり、インパクトのあるスープに仕立てることができます。白ワインが煮詰まったら強火を保った状態で生クリームを加えます。使用している生クリームは乳脂肪分 30% です。手に入らない場合は乳脂肪分 35% の生クリームで代用していただいても構いません。生クリームが全体的に沸いたところで火加減を弱火に落としてください。軽い沸騰状態を保って10分間煮込みます。スープは熱いうちにこします。液体が冷めてしまうとマッシュルームが再び液体を吸い込んでこしづらくなってしまうからです。家庭向きのレシピになるとスープをこさないでマッシュルームごとミキサーにかけて滑らかにする方法もありますが、僕が目指している仕上がりは軽やかな口当たりとマッシュルームのクリアな風味と旨味が凝縮したスープを目指しているので、
しっかりこして見た目も真っ白なスープに仕上げます。今回のレシピの分量ならゴムベラでこせるくらいの力でマッシュルームから旨味のエキスを押し出せますが、分量が増えれば増えるほどこす作業はとても大変です。レストラン規模で再現しようとするとマッシュルームを最低でも5キロ以上使って生クリームも10リットル以上必要になるので、調理時間も長くなりますし、何よりスープをこすのは体力が必要な作業になるので一苦労です。残ったマッシュルームと玉ねぎは今回のレシピでは使用しませんでしたが、細かく刻んでパスタと絡めたり、マカロニグラタンやリゾットの具材としても美味しいので、美味しく食べきってください。僕はちゃんと食べきりましたよ。濃度もバッチリで、見た目も綺麗な真っ白なマッシュルームスープができました。せっかくなのでスープに合わせるクルトンも作ります。今回はフライパンでささっと作っちゃいます。オリーブオイルをフライパンに入れて中火にかけます。約1センチ角にカットした食パンを入れて全体がきつね色になるまでフライパンで焼いてください。均一に綺麗な色がつくように絶えずフライパンを動かしながら焼いていきましょう。お好みで最後に少量バターを加えて絡めるとさらに香りを良くすることもできます。スープを温め直すときは長時間沸騰させないように気をつけましょう。煮詰めすぎると口当たりも重くなりマッシュルームの香りも弱まってしまいます。ご自宅にハンドミキサーがある場合は熱い状態でミキサーを回せばふんわりとした口当たりにすることができるのでおすすめです。ハンドミキサーがない場合はホイッパーを使って小刻みに強めに混ぜながら温めるとこのような泡を作ることができます。スープを器に盛り付けて仕上げに香り付けのエクストラバージンオリーブオイルを少量加えました。先ほど作った食感のアクセントになるクルトンにお好みで見た目の色合いを引き締めてくれるパセリのみじん切りを加えたら本格マッシュルームスープの完成です。いやー、この味が本当裏切らないんですよね。マッシュルームのいいところだけが溢れているこれからの時期にぴったりなスープです。とっても簡単なレシピなのでぜひご家庭で作ってみんなびっくりさせてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。